今日は大和町をぶらぶら歩いています。ちょっとね、文房具も気になるなと思いまして、文具ステージ赤井沢さん来てみました。文房具がいっぱいあって楽しくなりますね。ありがとうございます。何点あるかと思います。そうですね、2000周ぐらいはあると思います。2000周多分そのぐらいはあると思います。2000点の中からこれだっていうものを、はい、今日は教えてもらいたいなと思ったんですけども、はいはい、今からの時期ですと、はい、ぜひおすすめの日記を。日記、はい、これ日記なんですか。これ日記なんですけども。これ本じゃないんですか。本じゃないんです。わあ、すごい。表紙にすごく刺繍が綺麗にされていて、毎日ページを開きたくなるような、一枚一枚丁寧に書きたくなるような日記です。5年日記ですので。5年、はい。じゃあこれ買ったの5年はこれで、はい、そうです。2年前、3年前、自分何してたかなっていうのが振り返れますよね。あ、そういうことなんですね。はい、ぜひ年号も令和に変わりましたんでね。そうか、そうか、そうですよね、はい、じゃあちょうどいいタイミングですよね。はい、始めるのにはいいタイミングかもしれません。なるほど。まあ、このご時世ね、はい、こうスマホとかパソコンとかが多い中、はい、手書きで日記書くっていうのは逆にこうなんかこう素敵ですよね、はい。